はい、こんにちは、あまねこです。今日なんですけど、ただいまコーンズさんにお邪魔しに来ております。コーンズさんのショールーム、たくさん魅力的な車があるんですけど、今日はですね、私あまねこ、とある車を試乗したいなと思っており、お邪魔しに来ております。で、最近私が気になってる車両、皆さん何の車か分かりますか？少し前に動画が上がってるので、もしかしたらと思いついた方もいらっしゃるかとは思うんですが、早速その車見ていけたらと思います。はい、ということで、それでは今日もご安全に行ってきます。はい、ということで、本日試乗していく車両こちらです。じゃじゃーん、フェラーリ 296GTB でございます。イエーイ。はい、296、最近めちゃめちゃ気になってるんですよね。で、それも今私が乗っている488の後継が F8、 そしてさらに後継車がこの296ということで、いやー、めちゃめちゃかっこよくないですか？そしてこの296からハイブリッドスーパーカーに生まれ変わったということなんですが、ハイブリッドのスーパーカーといえば、私が持っている車 NSX が該当するんですが、 NSX との比較もしながら見ていきたいなと思っております。はい、ということで、それでは早速こちらの 296GTB 見ていきたいんですけれども、こちらの車両、ボディのを見てお分かりの方も多いとは思いますが、フィオラのパッケージが採用された車両となっており、フロントの印象がすっごくレーシーになってますよね。かっこいいです。で、早速ボディサイズ見ていきたいのですが、全長4565、全幅1958、全高1187、ホイールベースは2600となっております。ボディサイズは488や F8 と比べてちょっとコンパクトになったかなと思うんですが、ただこのボディの造形の迫力はさすがはフェラーリという感じですよね。エンジンは3リッターの V6 ツインターボエンジンとなっており、エンジンとモーターを合わせた最高出力はなんと830馬力、そして最大トルクは740Nとなっております。ハイブリッドスーパーカーということもあって、モーターだけで走行するモードもついてるんですよね。このあたりも試乗で実際に使ってみたいと思います。そして0-100加速は 2.9秒、最高速度は時速330キロということでね、いや、これこそまさにサーキットに連れて行きたい、そんな車両に仕上がってるかなと思うんですが、ハイブリッドカーとは思えないほどエンジンサウンドがすごくいいんですよね。それではまずフロント全体見ていきたいんですが、このヘッドライトの形、最近はちょっとこういった形が多いのかな。私が過去に撮影したことのある SF90 もちょっとこれに近い形をしてるかなと思うんですが、こんな形で形容していいのかわかんないんですけど、ちょっとハサミのようにも思える形、鋭さがさらに増したようなヘッドライトですよね。そしてグリルの部分もかなり開口部が広く取られていて、お口が結構いかつめですよね。そしてこちらミッドシップタイプの車両となっているので、このボンネットの中身、何が入ってるのか見ていきましょう。こちらを開けると、じゃーん、はい、トランクルームが出てきました。まあやっぱりそうですよね。私の488についても同じような形にはなってるんですが、このボンネットの下の部分はこのようにトランクルームが設置されております。ということで、お次はサイド全体を見ていきたいのですが、フロントからテールにかけてすごく綺麗に流れていきますし、この前後の配分がすごく綺麗に取られているんじゃないのかなと思います。そしてこの下回りについては、フロントからサイド、リアにかけていき、このようにカーボンのスポイラーが設置されております。これがまた非常に豪華ですね。今回はマットカラーのタイプの車両をお借りしてるんで、よりカーボンが目立つというか、いやー、このツヤ感がさらに高級感醸し出してますね。そして個人的にちょっと寂しいかなと思ったのがこちらですね。当然エンジンが後ろ側に設置されているため、エアインテークがこのドアの後ろ側についているんですが、この形がちょっと寂しい？ 488 とか F8 と比べると結構
こうシンプルなのかなと思います。個人的にはフェラーリらしい曲線美がもうちょっと出てくれてもいいんじゃないのかなと思うんですが、まあ機能面とかを重視したらこれが一番コンパクトに収まる形なんでしょうか。そしてタイヤ周り見ていきたいんですが、ブリヂストンのポテンザスポーツが装着されており、タイヤサイズは前輪が245-35ZR20、 そして後輪が305-35ZR20 となっております。そして当然のごとくカーボンブレーキが採用されており、このイエローのキャリパーが差し色に最適だな、めっちゃかっこいい。はい、ということでお次はお尻周り見ていきたいのですが、ギア全体のフォルムいかがでしょうか。この形パッと見本当にフェラーリなのと言いたくなる方も出てくるような気がするんですが、それがなぜかというと、やっぱりこのテールランプの部分ですかね、これがフェラーリならではの丸型のテールランプからこんな感じの丸型が潰されて横長になってしまっております。これすごく先進性あふれるデザインなんで、個人的には全然ありかなと思うんですが、もしかしたら好き嫌い出る形になっているのかなとは思います。そしてこちらの車両、フィオロのパッケージが採用されているということで、テール部分もこのようにボディカラーとイエローのコントラストがすごく映えるような形になってるんですが、このデザインもすごく惹かれますよね。めちゃめちゃかっこいい。そしてディフューザーについてもこのように全てカーボンとなっており、いやーこれも高級感がすごすぎるんですが、個人的に気になったのはやっぱりこちらのマフラーですね。中央に2本なしのマフラーとなってるんですが、この真ん中から出てくる感じ、いやーテールランプもそうなんですけど、マフラーの開口部もかなり独特だなと思います。そしてこの車両ハイブリッドとは思えないほどすごくいいエンジンサウンドを奏でてくれますので、早速マフラーをチェックしていきたいと思います。はい、ということでお次は気になる内装チェックしていきたいと思います。運転席お邪魔します。でドアハンドルなんですが、これがまたボディと一体型になっていて、この取っ手の部分をピュッと押し込んで上げて開ける感じですね。いやーすごいよっしょっと。はい、運転席に乗り込んでみるとこんな感じです。メーターがですね、この度フルデジタルのメーターに生まれ変わりましたよということで、ちょっとせっかくなんでエンジンもかけていきたいと思います。でエンジンのスタートボタンなんですが、こちらも物理ボタンがなくなりまして、このパネルの中央にエンジンスタートストップと光ったところがありますので、こちらを押してエンジンをかける形となります。それではボタンをポチッとな。はい、今電気だけで走るモードになったんですが、ここからエンジンを無理やり稼働させてみたいと思います。では行きます。ポチッ。おーすごいいいサウンドを奏でてくれるんですけど、これ V6 のサウンドですか本当にって言いたくなるぐらいのかなりいい音がします。正直私の488スパイダーよりもめちゃめちゃいい音がするんですよ。ハイブリッドスーパーカーといえどやっぱり侮れないですね。そして先ほどもお話しした通り、メーターはフルデジタルとなっており、中央にはタコメーターが設置されており、右側はナビの画面となっております。そして左側には水温計やガソリン残量、バッテリー残量の表示が出ております。そしてステアリングについては私の488とかなり近い形にはなっておりますが、物理ボタンがかなり少なくなってるのが大きな違いかなと思います。また個人的にすごくびっくりしたのがこちらです。サイドミラーを調整するボタンがこんな感じのデジタルパネルになってるんですよ。ミラーを実際に調整するときはこちらのボタンを押しながらピュッとミラーの位置を変えるわけなんですけど、なんかこれも物理ボタンじゃないところが近未来感あるなと思います。
また運転席周りのダッシュボードを囲うようにこのイエローのラインが引かれてるんですが、このアクセントがとってもおしゃれですよね。ステアリングの中央のステッチもイエローですし、いや、フェラーリって意外とイエロー似合うんじゃない？フェラーリといえば赤だろうってイメージ強い方多いと思うんですけど、私結構イエローのフェラーリ好きかも。そしてこちら296のキーなんですが、こんな感じ、私の488とはガラッと変わった仕様になってるんですが、フェラーリのエンブレムがそのままキーになりましたよという形になっております。これもまた大きく変わりましたね。また助手席側なんですが、こちらじゃじゃーん、実は助手席側にはこのようなパネルも設置されており、このようにナビを表示したり、あとオーディオの設定もこちらで変更することができちゃうんですよね。こういったちょっとした面白い機能も採用されております。ここまで 296GTB の内外装を見てきたんですが、やっぱり車は試乗してみないと分かりませんのでね、これから早速試乗していきたいと思います。より軽いですよね。軽いですね。いや、ほんとすごい身軽でスイスイって感じですね。そして音がすごいと思って、ね、はい、あの音を声でこうスピーカーとかから出してるわけではないんですけど、ああ、そう、よりこう低音もこうも響きやすいような、うん、あの特許の技術が一応ついています。ホットチューブっていう。そうなんですね、はい、室内にこう音を呼び込むような機構なんですけど、後ろ開けたりとかしてるわけじゃないのに。そうですよね、はい、でレインボーブリッジを渡って、はい、牙の方を通って首都高一周して戻ってくるような感じにしましょうね。あ、分かりました。のパッケージっていう、はい、こう走りに特化したパッケージがついてるんで、うんうん、足回りもやっぱ全然、そうですね、硬くなります。はい、ペダルほんとちょっと踏んだだけでも一気に来るんで、488の感覚だとちょっと危ないですね。そうですね。488もいいところがあって、やっぱり、うん、あの車体がちょっと大きくて、うんうん、足回りの味付けが若干マイルドなので、はい、あの車ってゆっくりしたら高級車みたいな。あ、そうなんですよ。意外とゆっくりした乗り味ですね。はい、後継者とはいえ結構変わったんですね。9月2日土曜日朝6時から翌朝6時まで工事のため。初めてこんなの聞きました。え、そうなんですか。びっくりしました。こんな語学が堪能じゃない車だと思わなかった。日本語にはあんまりあれなんですかね、弱いんですかね。まあ、今度ここのボタンですね、はい、4通りあるんですけど、例えばここを押すと、はい、うん、e ドライブモード、これも電動モードです。おー、ほんとだ、はい、で、モーターだけだと167馬力出ます。おー、だからまあ結構出ますね。そうなんですよ、コンパクトカー1台分ぐらいの馬力はもうモーターだけで出ちゃうので、意外と加速感ありますよね、モーターだけで。ありますね。はー、音がしないんで。ほんとですね。めっちゃ静かなんで。はー、これで大丈夫なんですね。はい、失礼しました。ありがとうございます。耳が鼓膜が破けそうな案内をされても困ります。すごい嬉しかった。いきなりかかったのでちょっとびっくりしたんですけど。296は面白いのはやっぱりこのクオリファイのモードでエンジンを常に動かして、はい、かつマニュアルで、ですが、これ3速ぐらいまで落とすと、おお、すごいいい音しますね。へえ、いや、普段聞いてる音と全然違うんで。そうですね。488のこう5000回転以上みたいな音が常に出るようなイメージですよね。違いあるんですか。出力は多分全然違うと思いますけど、あのよくプラグインハイブリッドっていう点で一緒でこう違いなんですかって聞かれるんですが、大きな違いは SF94 駆です。あ、はい、あれ前にも2つモーターがついていて、合計3つモーターがついている1000馬力、はい、でこちらはミドシップ、488とかと一緒のリア駆動でモーター1つのみ、うん、ところです。
ね。まあ、フィーリングで言うと、はい、これ SF9 って大きいですから、はい、まあ、すごく大きくてこう速い、なんかすごいものすごい車に乗ってる感覚するんですけど、2キロってちょっとダウンサイジングしたり、うん、フィーリングもすごい軽く感じるので、うん、こっちの方がなんかちょっとルンルンな感じまだちょっと私もこの仕事しててハイブリッドだからなとかっていうお客さんに、あ、言われます、言われること多いんですよ、ただこのフィーリングを味わう方が増えてきたら、うんうん、真夜中のスーパーがみんな多分モーターになってくると思うんですけど、その 2,3 年後には、はい、モーターないからなって逆になるようなモーターの制御、うん、フィーリングいいですよね。いや本当に、はい、アクセル踏んだ時のすごいレスポンスが全然違うんで、そうですよね、はい、一応プラグインハイブリッドなので、うん、税金、あ、え、この手の車でエンジンカーだとないですよね、下手すると100万円近くかかるのが、はい、これ免税です、東京だと0円、そうなんだそうなんです、あ、そうなんだ、はい、スーパーカーなのになのでものすごい大分類すると130馬力なんですが、はい、一応エコカーなんどこがエコって感じですけどそうなんだ、もし検討いただく際は、はい、腰に影響が少ないっていうところで言うとこのフィオラのパッケージはなし、そうっていうことになります。これシートもレーシングシートなので、この車は、あ、でもレーシングシートは全然悪くないんですよ、はい、あの488で今乗ってるのも、あれ結構いいなって思って、姿勢がね、あ、そうなんですよ、はい、ピシッとさせてくれるので、うん、そうです、ただちょっと足回りが、足回りそうですね、そうですね、あまり優しくはないな感じ、フィオラのパッケージじゃない試乗車もあるんですか、ございます、うん、ぜひそれも乗り比べていただいて、うん、結構しっとりしますね、うんうん、ありがとうございました。はい、OK です。お疲れ様です。はい、ありがとうございました。はい。